坂西利八郎坂西利八郎から1950年5月30日は日本の陸軍軍人政治家最終階級は陸軍中将貴族院議員日本陸軍切手の品通りとして知られた和歌山県出身坂西良一砲兵隊員の長男として生まれる陸軍幼年学校を経て1891年7月陸軍士官学校を卒業 翌年3月、砲兵将尉に任官し、野砲兵第6連隊付となる。1895年2月から翌年3月まで、日清戦争に出征。1896年11月、陸軍砲工学校高等科を卒業。さらに、1900年12月、陸軍大学校を優等で卒業し、参謀本部出資、参謀本部員を務めた。 1902年4月北京駐在部官として、初めて、新国に赴任するや、1904年直令総督、遠征外の軍事顧問に任用され、園が軍機大臣に転任したことを機に退いて1908年5月に、帰国。野砲兵第十二連隊付けから約1年間の、欧州視察を経て、翌年8月に帰国し、野砲兵第十二連隊付けへ帰任。 野方兵第9連隊長となる。1911年侵害革命の勃発を受けて、再び大陸への出張を命ぜられ、1912年、中華民国大総統府に併用され、再び、遠征外の軍事顧問に就任。園の病没後、大総統を継いだ霊言博士、霊源広司、兵国将女性将再び霊言博士、霊源広司、宗根、段築ら7代にわたって、 元首の軍事顧問を務め、張作林が北京に入った1927年に、任期を終え帰国、間もなく、予備役に編入された。同年4月18日から1946年5月14日まで、貴族院議員を務めた。またこの間、太平洋会議の委員にも選任され、中国問題を担任した。1917年8月に、陸軍少将、 1921年7月に陸軍中将に進級している。1950年5月30日、脳出血のため、鎌倉市腰越えの自宅で死去。ありがとうございます。